ありがとうございますえー、こんばんはアオイタンこんばんはハク様おかえりお家かな <laughs> ありがとうハルミンおかえりはいということで皆さん今日は1日どうどうお過ごしでしたかアオイタんはいやこう見えてねでもアオイタンねあれだよそんなそんなグデタマしてないよえーとマスクの残数虫の息うわー <laughs> 虫の呼吸うわーいやね,ねマスクはやっぱさ朝並ばないと買えないんですかねえあら種えあれメントラーさんこれになってから来てないっけあれようこそお越しくださいましたおかえりメントラーさんそうなんですよ、えー、と4月の1日からですねあのー、種になりましたこれから綺麗な花を咲かせるとこです えー、こんばんはあともにゃんさんこんばんはおかえりなさいえあおいさんこんばんはこんばんははるパルさんおかえりーいかがお過ごし、えー、初初かそうなのあのー、まあ、かくかくしかじかいろいろあってそう種になりましたそうよろしくねんうんあっうんそうであのー、なんかあおいたんはあれなんですよ今日はね あのー、意外と、意外となんかまずなんか買い物2回行った。買い物2回行った。<laughs> あと、あのーまあ、い,ついつあるか,まだか、まずもう分かんない、いつあるか、もう分からない、あのー、ミス・ジャパンのウォーキングの練習をしに行った。<laughs> えっとんあれ、まだ鬼滅ブームですかいやいや、鬼滅の日は。 まだまだ燃え尽きないよ。まだまだこれからです。こんばんは、おいた。あ、トトロさん、こんばんは。お帰りなさい。どうでもいいの。全部どうでもいいから自分で決められないの。うわ,っゃんうわ、かなおちゃん。うわ、かなお、かな。かなおちゃん。あいたんは、うん。かなおの やっぱあのなんかお花が好きなのもあるけどかなおがいいカナおを抜いてって言われたらもう炭治郎がいい <laughs> えっとこんばんはあ二代目さんこんばんはおかえりカクカクシカジカって漫画面白かったですあそれなんか題名知ってる待って一巻ぐらい読んだことあるかもしれないおいたんえっ、ー、と「種投げをおいいしましたありがとうー」「光平さんいつもありがとう」なんか勉強とかしてないのいや でででもすすね違うんですよまずあいたんこれを機にですねあのー、通販をあのー、始めようと思っているのでそれのまあ準備をちょ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 っとしててあとまああのー、そう勉強もそうあのー、なんかまあでもちょっと今それもいつあるかわかんないけどあのー アウィた。ほら、チョコレート検定を前撮ったじゃないですかでチョコレート検定を撮ってもう1個ですねテキストあるのに撮ってないシティガイド検定っていうのがあって <laughs> シティガイド検定っていうのはなんかその東京の歴史とか、まあ、そういうのを勉強するテストなんだけどでなんか、まあ、多分バスガイドさんとかが撮ったらいいんだろうねそう色々ねテキストだけあって 検定を受受けけなかっったたんんですよ、まあ、受ける機会があったんだけどだからそれをやってもいいなぁと思いつつテキストどこやったっけなぁみたいな感じえーとんえーと炭治郎が炭治郎がもう知っとるぞ知っとるぞ炭治郎のそうなんか本は読んでないけどネタバレで見た SIR のメンバーさんめくちゃイベントやってるみたいそうなんか 今月末までねやってるみたい。青こんばんはあごうさんこんばんはお帰り。うん何の練習？ミス丸おごいたいたやめ。そうだなんかさあ練習してるんだけどさいやーなんかいやこういうのはさ定期的にさやんないとダメだねなんかすごい高いヒールなの。そうでなんかすごい高いヒール でバランス取るのもそうだけどもうすごいなんか筋肉を使うからこれを1時間とか練習しただけでなんか足が小鹿みたいにプルプルしてくる <laughs> そうなんかねこれより高いの履く人もいるからねすごいすごいわ狂気でだこんなんはねいやーすごい体感って大事だなって思ってなんかこういうのはそうえーとん えー、ハローあともえさんハローこんばんはおかえりなさーいおかえりおかえりえ肩の布が飛んじゃったんかそうこれねあれなんですよこの間撮影会の時に着ていこうって思ったんだけどあまりにも寒くてやめたやつですそう、えー、こんばんはあジルタンこんばんはほいほいおほいほい起きてるほいほい猫ちゃん帰ってきてよかったね <laughs> よかったねって言いたかった 何事もコイントスで決めめるところから始めましょうコイントいやそうなんだっけコイ,、まあ、コインで表裏で決めるのもいいよねあのなんだっけ前ねあのー、なんだっけこの間ないだんかやってたっぽいんだけどあのー、恋恋愛のやつ恋愛の恋恋にコイントスっていうなんか恋愛バラエティの番組があって前置いたら一時期すごいハマってなんか見てたの。 そういやらせかなと思いながら <laughs> そう見てたんだけどねえあのー、コインまあね運って大事だからねそういうのに決めるのも時にはいいよねえー、ジャパネット生を何あこちらの靴は <laughs> あいっダックちゃんダックちゃんぽっちゃりえー、通販か店頭販売で買いたいっすえこの靴嘘この靴っすか嘘 いや、葵ちゃん、いや、もうまず感動してるのは、だこれが、まず葵ちゃん、もともと26センチなんです足の大きさがね。なのに、これは25センチで入るんですよ。だ足ちっちゃくなったんだわ、葵ちゃん。ミスジャパン、剣語とやる方、形がね、ね静岡マシュラだよね。びっくりさ、ね。えー足の筋肉そうなの。もう足がね、プルプル。ヒール高いな。いや、そうなのよ。普段ね、こう、親善大使の時も、 割とあり歩きやすいやつは7センチとかだったかなヒールのとそうそんなだからね、これだって10、1センチやっけこれヒール。1 1ンチだっけなんか、ね、高いからね。えっと、すげえヒールっすね。そうだ、青いタンが、これが1 1ンチ1 3じゃないと思うんだよね。これはね、11だと思うんだよね。そう。 1 7 4ンチになるってことだねあおいたんこれ履くと1 7 4ンチ <laughs>、えー。え服寒くないのやめてよそういう素朴な疑問寒,寒いよちょっとなんだそのヒーロー誰か踏みつけんのかそうド M な方へ声にコインとするうわーこう,いうパクパクパクねえう,うパクパクして怖かったわあおいたんには裏が赤いのが似合ううん何裏が赤い ピなに新玉ねぎのコンビーフボムポン酢でいただきましたコンビーフボムって何何コンビーフボムってえ夢ないこと言っていいすかやらせいすやめろいかわかんないじゃんねほらねそれでもだってそこでほらなんかカップルになってっていうね で続いてるっていう人もまあいるかいないか知らんけど、<laughs> いるかもじゃ <laughs>。あおいだんこんばんは、こんばんはひろきさん。ええルブタ、ルブタン、ルブタ,ンルブタンって何？デブタン？何何何？二十六大きいね。そうなのね。だなんか靴がすごいなくていつも可愛いことだ。恋愛リアリティは昔よく見るけど愛のりとか今は見たくないな。ただ胸痛くなるだけ。ねなんかさ涙とか見てると。ふー 心がっっっンコ帰ってきててなななたたたりりんかかだねね帰きでもなんかそういうのあるよね猫ちゃんってなんかわかんないあのほんと完全にさお家にの猫だったらあれだけど外に出てもいいっていうやつだとねだか,らなんか旅してきたんだべえっ、ー、と「踏まれてみたいできんやんけうわっ!」結構結構痛いよこれ多分ねえ結構結構痛いよえっ、ー、と「肩が出てらっしゃるー!」 よしじゃ長袖やでちゃんと長袖ーえっ、ー、と足のサイズ縮んだえそう足多分縮ん縮んだよ置いたんえっ、ー、と寒いかそうちょっと寒い昼間はあったかかったんだけどねドエム呼ばれた気がするドエムドエムクソドエムえっ、ー、と <laughs> こんばんたあこんばんは今日さんおかえりこんばんたんえー、お久しぶりちゃんおーおーおおさなちゃんありがとうお久しぶりちゃんはい どうぞ、ぶりちゃん。えっ、ー、と、こんばんはいた。踏まれる。ああ、ああ、ああ、ヒロタム。ああ、ヒロタム。だめだ、ヒロタム。踏んだらもう貫通しそう体が。最近俺、足のサイズ縮んだかも。二十五センチがブカブカええ、さら、ええ、そんな。青いより小さくならんといて。ええー、と、こんばんは。ああ、こんちくん、こんばんは。お帰りなさーい。あ、お弁当さん、ハート、ありがとう。 エいラブユーチュー、ありがとう。そして、バラ、ありがとう、バラ。バラは、バラは、バラより君は美しい、ありがとう。バラ。バラー。えっ、ー、と、ルー<ん>ヒールの底が赤い、高級。へえ全然わかんないけど、青いたんの足のサイズに合うかしら。えーと、高校時代の青には、るこたんの頭をわしかみしてそうで怖い。わしづかみ。うわ <laughs> そそうで開いたらそうこの自粛期間中に春子の絵もちゃんと改めて描きたいなって思ったり思わなかったりするえーと「う」丸「投げた」「やめろ!」「無理ちゃんやめろ!」「春子が食べる」えー「クソ」って「クソクソ」くそとか言っちゃいけません若いお姉ちゃんの格好してなそういうの好きやであれ学校の先生先生になってる「おかえりこんばんは学校の先生」あくしゃみでそう。 出なかった <laughs> あいさくしゃみ出そうって言うと出ないんだよねなんだろう靴にもよるんだけどね同じサイズでも大きさがバラバラなのあるしああね靴もそうなんかさ幅が広いのと狭いのとかあるじゃん置いたらね幅狭いのダメなのよねえーとはるこちんに6個取られたうわうわいやねこうね極力なんかあんま外出ないようにってなるとさ体調崩すことなさそうだよね えー、はるこブリちゃん食べるのうんはるこなんでも食べるようわあ種がいっぱいなってるなってる <laughs> はるこくちゃくちゃくないうわあ種だーおいしいだめだ食べちゃう種も食べちゃだめお花が咲くのここ最近 Wi-Fi なしで配信見まくっちゃいました通信宣言待ったなしうわっうーわーあーダメだめだあああちょー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  二代目さん <laughs> すごい今、青いとアホみたいになってたけど <laughs>、えー、足、外反母趾とか気をつけ、ああ、あれでしょ、親指曲がっちゃうやつでしょう、ね青いとはもうそうも、まあ、そんなにすごくヒール履くわけじゃないから、だけどね、はあっ、夢川仕様のまもだった、夢川、夢川デイズモンスターさん、響きが懐かしい、春子、人も食べそうで、食べるよ、全然。ねえ、ちょっと食べてないや、春子、よし。 えーと私のコメントの時止まるのえあるよねなんか自分のコメントよし次読まれるぞっていう時に止まっちゃうのあるよねありがとう小判ありがとうてててよいしょほいどうぞー小判どうぞあれこんなカエルあったっけえあ、ー、おいたんこの小判初めて無事帰るカエルカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコブパブパパあははは 早く言葉言えるときと言えないときある。春子凶暴説。春子が凶暴？春子は優しい子だよな。うん、これはなんだっけ？これは日本一優しい鬼退治の物語であるみたいな決めつねえば。<laughs> アチョウって意味らしいって読むこれ今日は出勤してました,たおいちゃんおかえりなさいませゆうぴーさんただいまおかえりなさいませいやでもねさっきなんかあのニュースでなんかその都内のなんていうの渋谷そうとかのなんか映像流れたけどやっぱなんか人いないねえー、緊急事態宣言の影響あるけうんでもでそんななんかあんま感じで。 感じてないといとうか確かにイベントができないからちょっとあれだけどなんかねどうみんな影響あるやっぱ宣言のえっ、ー、とブバババババア <laughs> アイタンこんばんはあカタカロミチこんばんはレアチーズケーキ食べたい明日新宿行きたいけど諦めるべきですか嘘なん何で新宿行こうとしてるの、えー、ドリフの早口言葉知ってる なんていうの早口言葉言えない時しか知らない嘘そちょっと早口言葉教えてみ言えるからあおいたんすでに壊れてたうわー食べないでー <laughs> ええとあちゅうあちゅうなのあちゅうか,かなんかさ君のあちゅうなんかラストエイドルさんになかったっけユニットネタええー、鬼滅ネタを最近ーそう YouTube であの寝る前にあの「鬼滅ラジオ」なんか YouTube にね 鬼滅の刃の声優さんたちがまあ主に炭治郎と全員通訳の人がやってるんだけどそうラジオをあの YouTube で聞くのが楽しみそうえっ、ー、と「はるこたんが青い匂い丸飲みしないかなあはるこたんデブるよあっちゅうだねあっちゅうかわいいねハクション会社で昼寝あったくらいかななんで緊急事態宣言だからってこと えー、宣言、やばいくらい影響ないしううそうね、そうね、あった、ある人はあるし、ない人はないし、ね、だって、まあそう、全然、そもそも普段から別に関係ない人はあれだと思うけど、でも、なんだ,だ飲食店、飲食店とか、あれなんか接客業は影響があるのかな、えー、緊急事態宣言もアマチュアには関係ない、うん、ない、ないですね、特に。 緩やかに時は過ぎ去っているそれです何ならラストアイドルですか聞いたことないおっとそうでしたか失礼しましたラスアイにあっよねなんかあんま曲とかはあんま知らんのだけどえこんばんはああ愛知万博さんこんばんはあれ愛知万博さん確定申告終わったよって言ったっけえすもも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 ものうちん

別に15なんかもうさうさそアマチュアになるとねそうなんか毎日なんとかが特にないので、ね、15分という縛りがないんでしょでも15分って出るとやっぱ目安にしちゃうよね田舎だからまだそんなにコロニアの影響はないかなそっかいいんだよコロニアンコロニアンっていつかいつか何かさ多分ねあれよねなんかほんといつかなんかあれコロニャなんてあったっけぐらいの,あの意識でなんかいつの間にか収まると思う て<出>る <laughs> え本屋が開いてなかったえっ本屋さん開いてないのうそええー、手に取ったり触ったりするからこんばんはえなちゃんこんばんはおかえりなさい桜親前大使はそうなんですよあの引き継ぎ式はなくていまいちパッとしてないけどそう一応1年間という契約だったのであいたはまあ2019年度の桜親前大使でしたってことであの任期は終わったみたいなんですよそう終わったみたいなでも なんかもう別にここからも変わらず殺陣士のことはねあの PR していきたいなという感じですえー、国税職員は敵だからね気をつけてうん分かった <laughs> だって最後なんかなんだなんかあのー、いろいろ書いて入力してそうあのー、なんか印刷みたいなしてもらう時にそうはいじゃああのー、なんか あのなんか還付金とかそういうの何か行きますんでみたいな言われてもう不安であおいたんはいろいろ「あの確定申告初めてなんですけどあの他に何かやることありますか?」って聞いたら「家ないです」って言われたら <laughs>、えー「1億ぐらい納税したうわーレイさんおかえれ1億なんて見たことない100万円でさえ見たことないわあおいたん」「イヤいや,ーいやーっていうドリフの歌。 今のすももももももものうちもももすもももものうちえっと毎日なんとかもないのかアマチュアってそうなのうんそうなのまあなんか逆にほんと緩やかてかそうマギーシンジさあのさマジシャンの人めっちゃ配信してるんだけどなんかフォローしたら1日に4回ぐらい通知くるアマチュア枠なんだけどさすごいなんかすごい通知くるええ不要不急だからな わごもお家でおとなしくこんばんはー時沢さんこんばんはーおかえりーこんばんはおいたーおかえりー半熟さんありがとう市長になるつもりかーねいずれは市長になるかねじゃん勝手に札幌市しアピールしていいのか市民ではないやろちゃうんかいやそれは信じるかどうかはあなた次第でまあまあまあほらねえやっぱねこういうご縁は大事だからね札幌市存在はしたけどまだ場所がどこかしらうんーなんかねー サテシはなんかこっちの方 <laughs> えっとさてし読んだな少し前会議があれだすと「バッケツ」で収めるのが仲間内で流行ったうっそそんな,なんか会議中にうそ話が分かるやつらだねそれはそれは飾もう知らん人も多くなってきたよな,なあ葵ちゃんが板橋というのも知らない人は多くなったよ素敵な髪飾りありがとう <laughs> 落ちちゃったよーあ青いバイクさんおかえりーこんばんはあれ青いバイクさん何んだっけなんかさ鬼滅の診断のやつやってたよねえっ、ー、とギーマギーさんそうそうなのマギーさん1日に4回ぐらい来るあの通知がマギーさん確かによく見そうなのよびっくりそうあと アイタン今日びっくりしたのがやっぱあのー、アマチュア枠の人見ていくじゃないですか今日ルームレベルが1000超えてる人初めて見たアマチュアでそうていうか普通の公式枠でもほとんど見たことないけどルームレベルが1000いくらでフォロワーさんもいっぱいいて多分何かあってアマチュア枠に来たんだろうねそうすごいやと思ってえーと確定申告おおあとは印刷しておーおおおめでとうおめでとうございますよかったね マスク差し入れしてあげたかったけど舞台延期になっちゃったね残念、うん、そうなんですよ舞台もね延期になっちゃって,てもうねそ,うだまあその間にできることをね進めましょうねナンバルーマは不要不急なのかいん不要不急ん必要だから来た方がいいよええっ、ー、とおちたー <laughs> はるかー、えー、ルーンストーリーズにあげた「えー、暇あったら見て分かった分かった見る 神殿大使って市民じゃなくてもなれるんか。うん、まあ、そこらへんはね、あのー、なんとも。まあ、幅広くだよ。なんならね、あのー、東京都の子とか、群馬県の子とかもなってるから、過去に、<laughs> えっと、うん、ええー、なんか世間が暗いから、ドリフ見て笑ってる。いいぞ、いいことだ。笑顔はいいんだよ。え、千超えれる。え、そう、千超えれるらしいんだわ。びっくりしちゃった。 せんない,いやびっくりしちゃったほんとに何物と思ってそうせんなにものいやそうなにものよすごいねいやそうあおいたんもう頑張るよすげえなその人いやすげえ腹立つことがあったけどあおいたんみたいおいしいどうしたのどうしたら大丈夫腹立つことはね春子こたんが食べてあげるむしゃむしゃえー、あなたも何かあったら町役に来た人ですうわー頭がー <laughs> えー、レベル1000ってカウンストしないですいやそう マックスいくらなんだろうって思ったけど1000超えてたよあれは確かに確かにフォロワーもフォロワーね3000とか2000かなそうえナンバルームって必要だったのそうだよ必要必要な外出です続けているその人もすごい応援し続けてる人もすごいねあー確かにね尊敬の拍手ルブタルブタンルブタンって何ルブタン埼玉県民を否定し始めたいやいやいや否定してないよ 埼玉県って素敵だよね、えー、なんかあつ森流行ってねーあつ森だそうゲームしたいいやーひたすらにゲームしたいずっとアマークでレベル712の子なら知ってるおおおかえりばっかょ匠最初からありがとういやそうやっぱあのー、いろいろあるんですよであのー、まあマークだとね自分のだからね事務所に持ってかれるとかもないしね桜新田大社はもう一人の青いニョンですうん いえいえいいつものそう皆さんこんにちはさくら親善大使の懐かしいさっての近くなら許されるまああのー、別にそう範囲はね特に特にないんだよねさってしてなんかねさって市のね親善大使募集要項を見てみてそうあのまあ埼玉県にゆかりのある方とかあったようななかったような感じだよで別にね男性も応募できるんですよさくら親善大使そう 男女問わずなのであと年齢制限も確かないはずえーと俺にとってはすげえ必要だけどなナンバールームありがとうありがとうワゴえーとミたタうんーなんだなら放置少女すっけ、うん、それはちょっと違う <laughs> ルブタン靴の油あーあーあーああああそれねいやそルブタン豚になるから不施事になるのかそっかわかんないなんか 靴とかあんまブランド別に見たことない。なんか、サイズあればいいやで生きてきたから置いたん。甘悪でずっと顔出ししないで978いる。あー。でもね、なんかすごいあのー、やっぱ声がさ、すごい可愛いとか、なんか声に特徴があってっていう方、ラジオでね、やっぱ人気な方っているよね。あ、四角い顔が。青いたおかえりーひろさーんこんばんはーおかえりなさいませ。やったー前も桜新全大使になった気持ちはなそう、ちょっと受けてみたから。 こんばんは。あ、そういさん、こんばんは。おかえりなさい。今日もはるこたんがお出迎えします。えっ、ー、と、桜親伝男子になるからほほほ、男子いいね <laughs>。そうでもなんか、あたはそうなんかあのま、ー、れに桜親伝大使ってツイッターで誤差するんだけど、あのー、なんかサッテ氏の。 なんかねどっかのお店で働いてる男性の方が応募したみたいなんですけど見事落ちたみたいなんですよねそうでもそう気になるのは桜親善大使って衣装があるんですよ衣装っていうかスーツみたいなそうピンクの色のジャケットにピンクのスカートなんですけど男性の場合はそれはズボンになるんですか男、えー、男の神殿大使いいらねーすううわーなんだとなんだと桜のよよに可愛い男子だよ えー、この際だからハルコルルーームに変えません,んハルコルームいやでもねあのなんか葵いたんルームの名前を変えるっていう認識がなかったんだけどそれなんかなんとかルームとかやっぱつける方がなんか愛着が湧くのかな,なんかわかんない <laughs> えー。えっともう書類出したけど何か素晴らしいじゃん。 素晴らしい。じゃあこれからだね。あ、マークの無言君の。あー無言君はね、そう青おいた前からそうお世話になってて。あ、レベル1646。あー、そっか。だからやっぱね、1万ぐらいまであるんかな、ルームレベルね。放っておいたら強くなるんだぜ。半年放置さんも130。いや、もうそれゲームって言わんよ、もうね。男性の必要性なし。まあ、なんだろうね、なんか。例えば、すごい。 なんか小学校の男の子とかだったら「あらかわいいね」みたいになるかもしれないけどどうなんだろうねあの一回見てみたいけどランキングのページで確認できるねん何が何何何え難、ー、波さんのルムナンバーム難波ルームだ <laughs> ダメだちょっとダメだ笑いしか出てこん。<laughs> 海外みたいなね。うん、まあ、あのー、特に多分思いつかないのでナンバー追いのままでいきます。はい、えーで、そう、あのー、なんだ、えー、今日って何日一応ですね、今ね、なんかやりたいなって思ってるイベントがあって、それはあのー、なんか、なんかステッカーステッカーを作って、まあ、ポイントごとにその作れる枚数が増えて、で、あのー、 なんだまあもらえるまあ、それをまあそのままなんかあのー、ファンの皆さんにあげるか何かなんだけどそうでなんか何かそういうそれ今一番なんかやろうかなって思ってるのはそれかな18日とかそんぐらいからなんだけど18日だっけそうまあなんかあのー、なんだそうちょっとせっかくだしそうアマチュアになってからのそうあの種種で <laughs> そう種で頑張ろうイベントそう。 えっと強くなった武将同士戦わせることができえ武将になるの放置少女って男性の大使は奥様方に人気だそうだよだってやっぱお花見の時期とか本当におば様方多いよマダムえっ、ー、と、えー、ショールームの全ああそれかそれまあねそうねあのそれ高いとそうだよね4月9日今日は4月9日うーん なんか誕生日の人いますこの中に <laughs>、えー「イケメンその観光大使」おーおおねだねあの奥様方がキャーキャー言うよイベント放送あのなんだこれを機にまあそうあウトも配信回数とか増やしたいなって思ってるのでそれで、ね、やっぱな何か目標があったらなんかより向上心が上がるなと思って、えー、ある意味小学校の男の子だけは「先生先生 えーと、初めてだと名前読めない人いるかあーナンバー多いじゃあ、振り柄つけとくか。ね、ショールームの日刊、ああ、ねよく見てたわ、お前、今なんか全然見てないけど、4月9日、ナンバーさんの誕生日の逆さまの日、わーいってことは、ああ、でも、全然半、まあ、約半年後だね、あいたんね、イタリアのブランドだから、27、すごい、だってさ、そう、海外の女性とかさ、まあ男性もだけどさ、足のサイズ大きいんでしょ、だって。 種そうそうなんだね。そう。まあ、ああのー、うんいや。そんななんかガチガチのイベとかじゃなく、そう、ゆるい、まあ、アマチュアはそもそもガチイベほとんどないんだけど、そう、ゆるいイベに参加したいなと思っておる。えーと、名刺は作らんのいやー、そう、名刺もね、作りたいんだけど、そう、まあ、どちらかというと、なんか、あのー、なんだろう。まあ、皆さんに作るよう、皆さんに配るようか、 普通にお仕事用で作りたいなっていうのはちょっとある。おばさん、うん、うん、奥様だね。<laughs> え、織田信長とか豊臣秀吉とか、え、そう、すごいじゃん、放置少女。ありがとう、お弁当さん、花より青い。すいませんね、ててて。あれ、海老天どこ行ったかな。<の>花より青い。ありがとう、団子、ありがとう。数日前、誕生日だ、信じるか信じる。あなたし、え、怖い。 怖いよ怖い怖い怖いいつよねヒール 12cm あ1 2ンチだったらちょうどいいかもね、えー、手に入れるのに半年以上かかるが嘘半年でもうアンインストールするよ桜バッグにしたチェキはよいやねあのー、そうなんですよそう、あのー、せっかくだからなんか、まあ、の通販を始めるにあたってそうチェキとかあとコスプレのねなんかそういうチェキとかも あのなんか新しいの出したいなと思っているお仕事用の名刺欲しいっすおちょっとあそうあと置いたそう何かのきっかけでそうなんか何かの限定とかでチョコレート検定で取得した名刺があるんですよそれをね何か誰か,げなんか何名か限定とかで配りたいえと「2種類名刺作っちゃおう」まあそうねそうだか いいろろ業務的にやんなきゃいけないことなんかいっぱいあるかもそうなんか特に青いタンねあのフリーだからさそういろいろやんなきゃって感じえー、どとあ誕生日だそろそろうんワゴなんだってエビフリャーねえエビフリャーどこ行ったのエビフリャーあっこっちにいるわへいイエビフリャー,あーエビフライ食べたいえっ、ー、と放置少女と言った和田アキ子の夢でえっどういうこと あの顔ねー。えっとあおたんかわいいねー。あれありがとう。爆笑ありがとう。そう、ネギマドやね。ちょっと行けなかったよ。他の用事で通販。なんかネタ見つかった。うん。そう。あとなんかそう。めっちゃね。そうなんか、あのわかんない。みんなに需要があるかは全く知ってわかんないんだけど、通販ネタで考えてるの？あと、その色紙であのー、なんだ。リクエストしてもらったイラストを描く色紙に。に そう割とああいまあ模写とかが割と綺麗に描ける方っていうかまあ絵は人並みに描けるのでリクエストしてくれたお題の絵を色紙に描くっていうのとかあとあのー、まあなんだ今なんていうのかなデコチキって言ったらいいの宿題的じゃないもんね。あのー、結構あいたたんポスカとかでチェキをデコるのが結構細かいんですよ本来。そそうであのー、それ をえっ、ー、とん、コスプレネクラムちゃんないよ。ラムちゃんないよ。メガネチェキ。あ、いいねー。メガネしたいねー。あお弁当さん、ハートありがとう。ありがとう。ラブユーチュありがとう。じゃあ、今度プレゼントするか。無理無理。無理無理。高い。高い、ね、んだ、ね、阿部さえっと、フリーダム。えっ、ー、と、お弁当さん。わー やったねえ息子が4月日え嘘もうちょっとじゃんおめでとうえびンやろえびフギャー <laughs> 確かにえびンじゃん放置少女の CM にわざあきこさん出てるえそうなのあおいちゃんの描いたイラスト嘘本当にそうあのー、割と結構ねなんかイラスト必しに描いてとかだとね余裕で1時間はまず超えるんですよ1時間から2時間ぐらいなのでえっ、ー、と絵はいいかもねそうだまあ これを機にっていうなんかのはあるなそういう家の中でできることだしね結構えっ、ー、ととととととでこっちきいやいやいや,いや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 あるよあるいっぱいあるよ色紙素敵でしたあ本当ですかそうなんかなんかねレアなものと思ってちびうさチキ ちびウうさきる。世間が収まったら物販会やってほしいかもです。まあね、そうだ、世間が収まったら、そう、青い田もいろいろ活動したいなと思っている。えー、種を全投げした、ステージ上がれたやったねありがとうありがとうね。えー、っと、えー、パッと思いいたらあなたに送るシチュエーション動画とか。ああいや、そう、え、どうですかねなんか葵田、今ですね、えー、と、ちょっと使おうと思ってるやつが、 えーとブースっていう通販のサイトなんですけどまあ何ていうのなんかブースって通販まあアイドルも使ってるけどなんかでタレントとかも使ってるが結構なんだろうあのピクシブトが主催のやつなんでなんかイラストレーターさんとかあとなんだろうなんか普通にハニーワックスとかもそうだけどそれなんか歌い手さんとかそういうのが使ってる通販のサイトで。 そそれ使おううかなと思っててそうでなんか物だけじゃなくて物をねまあそうお互い匿名で送れるからいいんだけどそう物を送るのに加えそうなんかそうあなたへの動画とかなんかそのなんだリクエストしてくれた歌を歌いますとかそういうのもなんかこの通販で販売できるっていうのを見てそうそんなすごいと思った。えーと ちちさっきのヒール捨てるときメルカリに出してね捨てないよもう捨てないよこてきデコチキおでこにかかれるようなっちょっとうわー肉えー、ブースね有名そうなんかいろいろ見たんだけどなんか安心かなと思って、えー、今回のパンデミックは仕組まれた説はねパンデミックパンえー、ブースか使った嘘うそ本当にそうなんかあんまアイタン知ってる間さそんなにだったからさ ブースね前に買ったことある。本当にそう、なんか、ブースでいろいろ出てて、そう。で、あの、に、今一番しようかなと思ってる。えー、ファンティアは、エロい,いか、ダメ。ファン、ファンティアファン、え、え、え,え,え,えエロ、エロいとか言わせないでまあ、前回のリーマンショックは、ロックロックリーって。遺 <laughs> 産相続で、兄弟喧嘩が原因だった。まあね、そう。あの、経済ね、回さないとね。 壊れたサンダルうわ懐かしいそうアウタンすぐ靴壊すのよね。俺は声優さんのコミケ商品買うためだからそうそういうの多いブース見たらねお菓子お菓子販売する <laughs> 何 <laughs> お菓子何,何おどのお菓子がいいまあそうあのー、ちょっといろいろあのー、なんかいろいろ分かんないところとかそうメールで今いろいろ聞いて。 ちょっと準備が整え次第あのー、開始しようかなと思っております。まあなんかね、これいいんじゃないとかみんなの中でもあればぜひ教えてください。えっ、ー、と、ととと、ファンティアっていうファンクラブを作りたい。へ、えー、このファンクラブね、まあそんなファンクラブを作れるほど人数が集まれば、おいちゃんもいつか作りたいんですが、なんならブースで売ることも考えたから、重い同居人、あ本当に同居人が <laughs>。 ええー、売ればいいのにじゃああきょんちゃん,んちゃおかえりーもう終わっちゃうけどきょんちゃんえーここならとかは素人さんがやるだけのああどうなんですかなんかそういろいろあとなんかそのバーチャルオフィスを利用するやつとかなんかいろいろ見たんだけどそうあとなんか今結構やっぱアイドルさん多いのベ,ベースっていうなんとかバイベースっていうのをよく見るんだよねそう。 えーと、ファンティア最近聞くな、へー、ミンティアみたい。よあおばあちゃんね、ツイッター何あれ、変わったの確かに何おばあちゃん。ねえねええー、ファンクラブならファニコンくらいが始めやすい。ファミコン <laughs> ファンクラブか。ねえ、そうだ、それはね、あいイタンがあのー、この10倍ぐらいになったら。 えー、ファミコンえ、そう、ファミコンかと思った。ファニコン、ファミコン。はい、ということで、えー、そろそろ終わりにしようと思います。えーそ、まあ、とりあえず、でもアミタンも頑張るから、みんなも頑張っていきよう。コミケで売って来れない人にブースって前に考えたこと。あー。ねえ、いいよね。そういうね、来れない人にとかね、まさに今の時代大事。ありがとう。あっちかれファニコンというアプリ。へぇー、は知り。えー、誰のファンクラブはるこたん たんなら入るんえお、ー、つかいさまありがとうハロプロのファンクラブ入ってたうそあいだファンクラブはね入ったことなんか無料のやつとかしかないわ赤消したんだけどなんかややこしくなったとか復活したらなんかフォロー外れちゃったそういうフォローしてくれたのありがとう優しいおばあちゃんファンティアは秋葉原有名ああ虎の穴か行ったことないけど輪類も使えあそれなのまたフォローしたゆえにまた見ますありがとうおばあちゃん えー、サローリービルビルさんピルビルさんはじめまして来てくれてありがとうビルビルさんえー、ホップステップスマイルみんなで作ろう笑顔のは青いたんことナンバーおいですぜひ毎日配信してるので右上のハートピンクにしてねえー頑張りましょうよしはいということでコメント流れちゃった方がいたらごめんなさいまたコメントしてくださいえー5位ホイホイよいダックちゃんさ なに,なになに、あ、ハッさんもかな、びっくりした、びっくりした、頭がぐいこ、何これ、なに、これ。はい、ハックさんは、二、お弁当さん、一、ハルミン。はい、え、ほにもね、種とか、ありがとう、ツイッターでは絡んだことある、え、ありがとうございます。あ、ツイッター、なんか覚えがあるかもしれない。すごい、墨の方を引っ張り出してこよう。 よし。えー、じゃあ、これから仲良くしましょう。はい。ということで、右上のハート、白い方、ピンク色にしてください。あと、ツイッターとインスタグラムですね。ぜひそちらもフォローしてください。よろしくお願いします。ペコアリンちゃん。オーケーよし。はい。ということで、明日も頑張って、頑張って、生きよう。よし。はい。ということで、んにゃ。ふぅー。 眠くない。よし。<laughs> はい、それでは以上、あおいたんことらんばあおいでした。エビフリャおやすみなさい。